大嫌いな人がもし目の前で死にかけていたら、あなたはどうする？私がそう聞かれたら、見放す、助けない、放置すると答え、我ながらひどい人間だと思う。とはいえそれはネットで答えた場合、現実はそこまで酷にはなれないのだ。ネットは願望を言える、そうしたいことをそうすると言える場所。でも実際リアルでそれを聞かれたら私は躊躇するし。大丈夫？佐々木さん、佐々木さん聞こえる？目の前で大嫌いな同僚が死にかけていたら、真っ先に助けてしまうものなんだよね。リアルなんてそんなもの。まあでも救ったことを後悔することもある。あんたのせいで肋骨骨折したんですけど、損害賠償請求してやるから。はぁ、感謝されたいわけでもなく、ただただ救おうとしただけ。私が助けてなきゃ死んでたのに。肋骨が折れたくらいで訴訟を起こそうとしている女、これは私が命を救った女との熾烈な戦いを繰り広げた時の話だ。ヒロヒロ探偵団。私はこの女が大嫌いだ。名前は佐々木。先輩にぶりっ子を働く割に仕事は全部同僚の私に押し付けてくる。押し付けてくるのはそれだけじゃない。佐々木さん、この書類なんだけど、ミスが何箇所かあったから確認してくれる？それ私じゃないです、ひろみちゃんですよ。え、私？じゃあひろみさん、これ直しておいてね。大変だろうけどよろしく。先輩から、私とひろみちゃん間違えるなんてどうですよ。父もミスも押し付けてんじゃねえよこのクソ女。無駄にでかい。父にも腹が立つし、ミスも仕事も押し付けてくるこの女がどうしてこの会社にいるのか疑問である。じゃあ今度その定食屋さん行ってみますね。ひろみちゃんなら絶対天使のおっさんに気に入られると思うよ、本当に。先輩、何のお話してるんですか？おお、佐々木さん。ああ、ひろみちゃん今日お肌くすんでるね。会社には男の人もいるのに、そういうの気を使わないなんてガサツだよ。そうかな。そうですよ。この女。そして私が上司と仲良く雑談していると割って入ってきて突然ディスってくる。信じられない。嘘でしょ、やだ。もう意味がわからなすぎるし、理解の範囲を超えている。私が一体何をしたんだろうか。とにもかくにも私はこの女がたまらなく嫌いだった。だけど、佐々木さん。仕事中、隣に座っていた佐々木さんが突然倒れた。部署内が騒然とする中、私は真っ先に駆け寄る。大丈夫？佐々木さん、佐々木さん聞こえる？私はこの女が大嫌いなはずなのに。そして数分後、佐々木さんの呼吸が停止した。誰か AED 持ってきて、早く。でも AED は1階にしかないぞ。階段で急いでもどうなるか。じゃあもう私がやります。下がっていてください。私は心臓マッサージを行う。というのも実は前職で救急救命の仕事をしていた私、いろいろ事情があって辞めちゃったんだけどね。佐々木、あんた私に一言も謝らずに死ぬとか勘弁しなさいよ。私は結局救急車が来るまでの15分間にわたって心臓マッサージを行った。そして、佐々木さん無事だって。ひろみさんがいなかったら佐々木さん死んでたかもしれないってさ。頑張ったね。いえ、当然のことをしたまでですよ。佐々木は一命を取り留めたようで、私もこの時胸をなで下ろしたっけな。なんだかいいことをした気がする。まあ別に感謝されたかったわけじゃないし、できるからやっただけだ。でも、ちょっと、あんたのせいで肋骨骨折したんですけど。損害賠償請求してやるから。あんた私が心臓マッサージしなかったら死んでたんだよ。そんなの関係ないから、治療費とか全部払いなさいよ。感謝どころか突然切れられたら自分のしたことに後悔するしかないわけで。どうやら佐々木は骨折したままの状態で退院になったらしく、処方された痛み止めを飲み、そのまま会社に乗り込んできたようだった。いい？私の肋骨が折れたの、あんたのせいで。訴訟起こすからあんたはもう終わりよ。はあ、なんだかもう何も言う気が起きなかった。人間怒りを通り越すと冷静になるものだとこの時初めて知った。何をどう言い返そうと思っていた時だった。終わりなのは佐々木さんの方だよ。え？ねえ、そもそも心臓マッサージでの骨折や怪我は基本的に責任に問われないし、佐々木さんの方が確実に不利だよ。でも、それにうちの会社はお客さんがいて成り立っているわけだよね。経営理念もこの会社が成り立っている全てへの感謝の気持ちを忘れないだったはず。それは知ってますけど、それとこれとは関係なくないですか？君はひろみさんに命を救ってもらったことを感謝したの。それはひろみさんがいなかったら君はここに立ってなかったよね。なのに何？君のしていることは命の恩人に対して恩をあだで返してるだけじゃないか。当たり前の感謝ができない人はうちの会社にはいらないから、もう来なくていいよ。ひどすぎだよね、助けてもらったのに。最低、クビになるのも当然だよね。そんな、先輩、先輩。ムカついてたけどもういいや。あの、さっきはありがとうございました。気にしないで、今までの仕事のミスもほとんどあの子だって知ってたから。そうなんですか？あの後佐々木からは嫌そうな顔でありがとうと言われたけど、ありがとう。結局仕事をクビになって今は肋骨が治らないまま就活してるんだとか。よし、今日はニャンニャンのスタカレー食べようと。まああの中身じゃこれから先どうなるかなんて大体予想はついてるけどね。せっかく一命を取り留めたんだから、死んだつもりで人生をやり直してくれるといいけど。この動画がいいと思ったら
高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。